そういうものだから、はい、うん、別に全然予防的に使ってもらえるとありがたいですね、はい、そんであとこの子は卵出てないですよね、うん、男の子で、たっちゃんとメスの方がダラダラと卵を、たっちゃんの方が何、あ、ここに書いてあります、2月9日に産んだ、この間2月1日2月1日に来てます、9で産んで、ちょっと空いたのかな、だいぶ。9で産んで、2月の9、22、はい。産んで、26、29、で、3月になって、3日、うん、3日、8、11、13と産み続けてます。なるほど。この一番最後の13は卵の殻はちゃんと硬い。硬い。で、2g。みんな最初の、やつだけ 3g でちょっと大きくって、あの病院に来た時、はい、あのお腹パパパなんですよ、はいはいはい、で、それからは、それは 3g で、あとは 2g。なるほど。で、無精卵。わかりました。はい、まあ、だから、あの無精卵だから、はい、あの放卵で卵を温めさせないで産んだら取り除いてもらってます、うんうんうん、取り除いてください、うんうん、そうか、でも私が声かけたり、うん、あのうんちしてないから、うんちってやるだけでもうシャチホコポーズになってます、うん、名前呼んだだけで、うん、なんで私に発情してるんだなって思って、うん、あの、うん、その犬子は人に対して発情しますよ。で、デックも前は眼中にないので、ええ、近寄るとものすごいこう怒るんですよ、うん、卵をないけど守ろうとするっていうか近づくなみたいな、怒るんですけど、たっちゃんのさ、最近の写真かなんかあります？ちょっと前でもいいですけど、だいぶ前に誰もいつ、いや、いいっすよ、いや、遊んでたぐらいのしかないので、お土産とかってうちでは言ってるんだけど、物で遊んだり、顔のアップの写真はないですか？書くとこ間違えた。2月の6。だいぶ古くなって、2月の6日になってしまう。あ、いいですよ。あ、2月の6日。そう、このことは2月の1日じゃないや。2月の26日に見えてますね。ごめんなさい。間違えた。うん、6日の静止画だとあるんですけど、うん、なるほどね。まあちょっと色は発色してきました。でも前よりはちょっと色が薄まってきたのかな。肌色が普通なんですよね。ああ、はいはいはい、うん、それはね、前よりはちょっとあの綺麗になってるなと思ったんですけど、ね、でも発情してるよねって思って、うん、いや、でね、この発情を止めたいとか卵を産むのを止めたいとかね、うん、あの、まあ基本的にはできないと思ってください。はい、うん、いつまで続くかしらちょっと不安になる。あの、その子によるんですよね。諦めずまで、うん、いや、あの、その発情を刺激するようなホルモンがある程度ずっと出っ放してないからさ、こう波があるからさ、あ、そういうのが収まってからだと思います。ただまあ産み方が1、2、3、7個産んだわけだけど、
あ、そうか、はしごか、ごめんなさい、2月に4つで、3月に4つですね、うんうん、でもうそろそろ終わるような個数だなとは思ってるんですけど、うん、ただ感覚がさ、ちょっと正常ではないからさ、やっとここ、うんうん、普通は毎日か2日に1回見ますんでね、うんうん、なんか短くなったなとは思ったんですけど、だから割とそういう面では正常に近づいてるのかもしれませんね、うん、ただ心臓も肝臓も大きい子でさ、だからまあ本当は産んでほしくないんだけど、こればっかりは。でも反対に言うとね、こんだけ卵産むってことは体調がいい、いや、良くなかったら産めないですよ。結構餌も産んだ後やたら食べるんですね、うん、でボレーも入ってますよね、そう、必ずボレーか日光浴は。あ、そのぐったりとした時はさすがに当ててないんですけど、卵が入ってて触れる状態で、さっきもだからこの5分だとか書いた時は、あの一緒に日光浴されてて、そうね、うん、できる範囲で、そのあのあまり長い時間やると寒いからね、産、うん、んだ直後の日はちょっとやめてるんですけど、はい、お腹に卵が入ってる時はもう火に当ててます。はい、わかりました。21日、そうね、あのお願いします。だから13歳、あんまし本当に泣かなくなってるし、え、この子たっちゃんが、ですぐ巣に入るんですよ、30分ぐらい前までは一日中出ててギャーギャー言ってたのに、すぐうちに帰して、なんか産もう産もうっていう、なんかあのお家の中、カゴのページの中に、あのなんだっけ、あれ巣箱というか置いてあるんですか、うん、床にする、床に卵に、ああ、なるほど、なんかどうしようもないなと思っちゃって、そうね、それはでも、それを止めることはなかなか難しいんで、すいません、うん、だからまあしっかり栄養のバランスを整えてね、だから、あの、シードとかさ、うん、あの、シードとか、その、なんだっけ、ペレットは食べないんだっけ、あ、だから、潰して、粉にして、うん、そう、だから皮付き粉をシードにね、あの、ペレットを粉にすりかけて、で、ボレーは切らさんよりちょっと多めぐらいに入れておいていただくと、それからあとは、その、無理線程度に肉を入れる、栄養価の高いな、麦じゃない、ああいうのはあげないと思います。あの、殻のついたやつ、うん、あんまりあげない方がいい。いや、いいですよ、いいです、うん、食べていいです。だから、カロリーが高いものを食べていいですよ、卵入れる、だから、羽が生え変わる時とや、それから産卵の時ってやっぱり相当エネルギー使うから、やっぱりちょっとカロリーが高いもの、だから多分同じ皮付き混合でもね、皮の長細い、あのカナリアシードとか、あれ脂肪が多いんですよね。それ揚げて、揚げるから卵を産み続ける。いや、そんなことない。だからそれを食べてるから卵を産み続けるわけじゃないから、やっぱりやってほしいですね。だから、まあその感じ、今の感じでね、うん、で今日なんかもちょっと、昨日気づいたら朝あったんですよ、いつも夕方決まった時間に産んでたのに、気づいたら産んでて、だからサイクルが短くなったと思って、はい、でもそれはなんか、あの本当のサイクルは2日に1回か、毎日か1日おきぐらいが本当のサイクルなんだね、うんうんうん、で花芽をお前よりはちょっと綺麗になってるような気はしますが、またあの連れてこなくて、あの見える時はちょっと接写してさ、接写とか顔の写真でね、うん、顔の写真があると嬉しいですね。はい、じゃあ、あの飲み薬は買えませんのでね、抗生剤は入れませんから、点眼薬でちょっと抗生剤で、それでいきましょう。そんでもいかんかったらまだちょっと考えさせてください。1週間ぐらいで変わる効果。そうですね、でも羽が生えてくるサイクルがさ3週間ぐらいだからさ、そう、ターンオーバーがだから、うん、でまたあんまりこうカペカペしてるやつはまた取ります。その方がいいかなと思うんで、あれがカペカペしてると余計餌が配合に変わらない、これ食べると羽が早く生えるやつか、まあ普通にあのシードとペレットとペレットの粉と、あとこれ、カルシウムからできる範囲の日光浴と、あ、日光浴、はい、日光浴って、あの
まあカルシウムですね、小麦粉とかちゃんと取ってると、カルシウム代謝を良くしてくれるんですよ。体の中のビタミン E が、活性型のビタミン E になって、カルシウム代謝を良くしてくれるだけじゃないんですよね。あの免疫力を高めてくれるし、じゃあこっちの方に食べる方に行こう。で、あと殺菌作用もありますよね。あ、はい、太陽はね。ただしこの季節はさ、長時間はおすすめしないんでね。だから鳥がもうなんか寒そうにしてたら膨らまして、ずっとしたらもうそうそうなる前に部屋に入れてください。だから時間としたらまあ1分から30分ぐらい、30分は長いかもしれないけども、1分から5分ぐらいでいいかと思いますんで。結構日光浴は二人ともいいと思いますね。あ、そうなんですか。はい、積極的に。たっちゃんはちょっとどうしようかなって迷ってたことがあって。やってください。あ、そうなんですね。はい、はい、わかりました。はい、じゃあちょっと、れんちゃんはね、また1週間後にね、ちょっと見させてくださいね。はい、で、ちょっと今酸素がしてますから、はい、まあ、もう10分。はい、はい、今からタイマー10分。